え皆さんこんばんはご紹介をいただきました立憲民主党の参議院議員の石川大河でございます、えー、押してるんだそうです30分 <laughs> 7月の参議院議員選挙で全国比例区で当選をさせていただきました7万3799票の票をいただきまして当選をさせていただきました、えー、今日はこのランの皆さんのイコールティ柄にご招待をいただきましてありがとうございますこのあと抽選会もあるんだそうです 皆さんが一番楽しみにしているんじゃないかと思いますけれども手短にお話をしたいと思います、えー、ここに立ちまして、えー、皆さんのお顔を拝見しますと、えー、一番にこう強く思うことはつながりです、えー、私は、えー 2000年からこの LGBT のための活動をしてまいりましたけれどももう来年で20年ですが実は25歳までずっと孤立をしておりました誰一人 LGBT の当事者に出会わず25歳まで過ごしてきましたしかしこの LGBT の自分たちの置かれている状況がこれは実験の問題だということに気付いたのは実は中学生の時14歳の時でした夏休みの宿題で今日は法律家の皆さんがたくさんいらっしゃいますので 日本国憲法の全文と九条を暗記するという夏休みの宿題が出ましてですねですからいまだに日本国憲法の全文そして九条を暗記をしております日本国民は政党に選挙された国会における代表者を通じて行動し我らと我らの子孫のために諸国民との共和による成果と我が国全土にもた 渡ってもたらす計画を確保し、ここに主権が国民に損することを宣言し、この憲法を確定する、そもそも国政はずらずらってつながっていくんですが、なんか呪ゲーム、呪ゲームみたいになっておりますけれども、中学生の時に、13条の個人の尊厳、そして14条の法の下の平等というのを知ったときに、自分の置かれている状況は、この憲法の状況に合致をしていないというふうに思いました。 しかし25歳まで孤立をしました。それはなぜかといえば、つながりがなかったからだと思います。25歳になってインターネットを通じて、自分以外の当事者に出会い、そして元気を得て、そして LGBT の活動をすることが、人権のための活動をすることができました。こうして皆さんとお会いをし、出会い、そして先ほどご紹介をさせて、つな、えー、がることができました、アジアの皆さん、アジア太平洋地区の皆さんの、 議員の皆さん、そしてアライの皆さん、当事者の議員の皆さんとつながることで、そして、ここにお集まりの皆さんとつながることで、日本の社会を必ず平等が実現され、同性婚が認められる社会を、皆さんと一緒に作っていきたいと思います。六年間ありますので、じっくりと取り組んでいきたい。しかし、スピーディーに取り組んでいきたいと思います。どうぞ、これからもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。